います。はい。看護師を、長いこと訪問看護とかやってました。いつものからですかね。1992年に菜の花診療所を作って、うん、そこからですね、で介護保険制度が始まるよりずっと前から、うん、訪問看護がちょうど医療保険開始される頃です。うん、で、ずっとやってまして、その後今は、ケアマネージャーも長年やってますし、ヘルパーと、それからデイサービスもやってます。まあ、岡崎さんがずっと行くのでやっておられるわけですけれども、まあ、介護保険ができる前から、そうやって訪問看護とかをね、やっていこうと思ったのは、なんか どういう思いがあって、やり続けておられるんですか？もともと私は大学病院にいたんですね。大学病院に行って、大学病院での治療とか医療を見る中で、みんなで、本当にその患者さんの心に寄り添ったケアをやっぱりしたいなと思って、菜の花診療所をみんなで作って立ち上げて、でずっとやってきたので、一番のやっぱり介護の喜びって、その患者さんとかに、が喜んでもらえること、で家でまあ安心して過ごすことができることが大事だなというふうに思ってます。つまり病院だけの、看護だけでは、まあ、その人をサポートするにはやっぱ不十分で、やっぱこの家に帰って、家でその方がその人らしく生活するためには、やっぱ訪問看護も必要だ。そういうことですかね。そうです、そうです。訪問看護とか、ヘルパーとか、うん、やっぱり、住宅環境の整備のための福祉用具であったり、うん、そういうのがとても大事だなっていうふうに思ってやってきてます。うん、お家にお風呂がない人とかいっぱいいてて、で、何でもお風呂に入ってない方とかいらっしゃったので、お風呂に連れて行って、その時に、まあ、住民の方とかが、例えばなんでこんな汚い人を連れてくるのっていうこともあったんですけども、行くことによって、次からその住民の方が手を引いてくれたり、なんか住民って、街ってこんなふうにして育っていくんだなっていうのを、助け合っていくんだなっていうのを感じていました。